軍嘉手納基地に1日外来機が22機飛来した。正午頃に青森県三沢基地所属の F-16 戦闘機10機、さらに午後2時から午後5時頃、米国ハワイ州ヒッカム空軍基地所属の F-22A ラプターステルス戦闘機12機も飛来した。5月29日から30日にも飛来が相次ぎ、嘉手納基地では1日現在29機の外来機が確認された。周辺への騒音被害の増大が懸念される。